赤石寺は、愛媛県西洋市にある天台寺門州の寺院。玄光山、園州院と申す。本尊は、千住観世音菩薩。四国八十八箇所霊場の、第四十三番札所。本尊真言、御場皿から巻き陸祖赤子栄華。聞くなら千住の近い不思議には大万弱も過六。揚げ石当時は、本石所寺であり、赤石、四国八十八箇所。 ケチガンの少を有料で書いてもらうことができる。自伝によれば六世紀、金明天皇の直案により、正隅商人が唐からの都来物である、千獣関税音菩薩を祀るため創建したという、天平六年に琴吹元行者が、熊野より十二者権源を誕生し、主言道の中心道場としたとされる、公認十三年空海が再興したという、縁起の通りであればアスカデラや四天皇寺前の、 創建ということになるのでこれは、史実とは考えられず、実際の創建年は不明と言わざるを得ない。研究五年に、源の頼朝が、池前里の母提を弔うため、阿弥陀如来を暗置、京塚を築き道具の修繕をした。この時に三号を、玄光山から、玄光山に改めたという。その後も、武士からの信仰が厚く、室町時代は、西園寺氏の祈願書、漢文十二年には、 宇和島藩主、伊達宗都氏が道具を建立した。本来の名称は、揚げ石寺だが、現在は、名石寺と呼ぶ、護衛家、軽く揚げ、石から着いたと伝えられ、現在でも、地元では、揚げ石さん、げ石さんと呼んでいる古老がいる。山道から石段を登ると右手に、本坊、農協所が、左に、長図場があり、山門をくぐる。右手に、地蔵堂があり、さらに石段を、 数段上がり、合計79段で正面の本堂に達する。その右側に素人大指堂がある。山と手前を左に行くと、トイレがあり、その先奥に、不法移動がある。また、本坊前を通り奥の山に入っていくと、噂国33所があり、左様に、幸せ、観音石像が立つ。 大宝寺同国の史跡国の登録有形文化財、愛媛県指定有形文化財ふるさと文化財の森鉄道バス道路四国88箇所42仏、小寺の43、明石寺44、大宝寺当時に隣接し、平行に存在する。奥殿は、当時の本堂の横置に12社が一列に並ぶ。主催神は、伊沢木の村、伊沢波村、天平六年に、 薬のオズヌの五代後の孫であることぶき元行者が、紀州熊野から十二社権源を誕生して、当時の鎮守とし、熊野十二社権源として祀られた。当時と一体であったが、明治の神仏分離で独立した。白王権源、白王権源三門の約200メートル手前の、左側にある鳥居から山に沿って300メートルほど、進む、大きな石が身体である。上級気に18、十八、 旧の娘が、経験と大石を両腕に抱き歩いていたが、当初まで来た時夜が明けてしまったので、そのまま置き去ってしまった。その女は、観音の化身化流女か、その石を白を権ンとあがめ、祠を建て祭ったとある。導き大石古くから祀られているが由緒は定かでない。願いをかけると導き助けてくれる霊言がある。仏田県山札海大師道宮崎本では、 上記の寺名であるが、現地では、新言、総室派札係山仏田賢治、小安工房大師の札がかかっている。大師が当地で、休憩の際、釈尊の御影札を松の木にかけたという、いわれがある。現在は無重になり荒れて、建物は、崩れている。千人と宿記念大師堂、昭和五年に建て替えられた、道で、 歩き変路のための全婚宿であり、大師像が祀られていて、現在も道内で宿泊できる。落水大師堂案者に疲れた大師が当地で休憩し、飲んだ水が美味しく楽になったと喜んだことからできた、大師堂である。令和元年10月16日文部科学省告示、第82号愛媛の国、県指定会が一覧表。 文化庁による、境内設置看板より愛媛県神社庁 http コロンスラッシュスラッシュ ehime-jinjacho.jp ダッシュスラッシュ jinja スラッシュ ?p=2294 ルを参照。宮崎武樹、四国辺路一人歩き同行二人解説編。ありがとうございます。